j p エクスプレス、j p エクスプレス株式会社とは東京都港区に本社があったかつて運輸業の宅配便事業を運営していた会社略称は JPEX だった2010年平成22年7月1日 j p エクスプレス宅配便ペリカン便は日本郵便株式会社の UPAC ブランドに統合されることとなったこれに伴い 同年8月31日付で法人を解散し、生産会社へ移行した。その後、9月30日に、東京地方裁判所より特別生産開始決定を受けた。日本郵便と日本通運、日通の宅配便、荷物事業を統合する受け皿会社として、2008年、平成20年6月に設立された。当初は、u パックブランド、 日本郵便における現在のブランドで2009年平成21年4月1日より事業開始を予定していたが両社のコンピュータシステム統合関連に手間取ることが判明しため同日の時点では日通の宅配便ブランドであるペリカン便の受け皿会社として事業を開始した2009年平成21年10月1日より日本郵便から 荷物の事業を引き継ぐ形で新たに設定される統一ブランドでサービス開始を予定していたが総務大臣から認可が得られず同日の統合が見送られたその後同年12月24日に郵便事業は j p エク x プレスを生産し JPEX から宅配便事業を譲り受けされ UPAC として継承すると発表した2010年 平成22年7月1日、日本郵便が j p エク x プレスの資産を継承した。これより JPEX の生存手続きに入る。6月30日でベリカンビンの名称が消滅、UPAC に統一となる。なお、j p エク x プレスで行われたインターネットによる集荷申し込みや空港宅配便、ゴルフ宅配便などのサービスも引き継がれることとなった。 主な取引銀行は、水保コーポレート銀行だった。代表権のある役員については、会長を郵便事業の専務執行役員、住任する日本郵政常務執行役は、2009年、平成21年2月28日付で、辞職が兼任し、社長は日本通運の元取締役常務執行役員からしている。 あと1名を郵便事業の宅配便事業統合本部長が兼任する形になっていた。しかし、2010年、平成22年7月1日の事業譲渡に伴い、それまでの代表権者3名は出身企業へ復帰し、郵便事業出身の別の役員が代表権者として会長に就任している。j p エクスプレスでは、日通時代からあった集荷、問い合わせの番号を、 0800から始まるフリーコールに変更した上で継続して提供されていたが j p e x では新たにコールセンターと故障新たに郵便事業との一部事業統合を見据えた転居連絡用2009年4月より転居に伴う荷物の転送方式を郵便事業の方式に変更したのフリーコールに加え利換便を参照 個人情報相談窓口及び企業そのものに関わる問い合わせのコールセンター番号を新たに設置し、0800から0800から333、ウェブサイトのメールフォームからでも可能で受け付けいた。なお、性能グループ、性能運営及びその他性能ホールディングス参加の企業が手掛ける冷蔵、冷凍扱いの宅配便であるカンガルーチルド便の配達業務を受託しており、 性能グループが集荷したものを統括支店で中継を受け、JPEX の配達員が配達するスキームを取っていたが、郵便事業への譲渡後は、郵便事業がチルド U パックの扱いで配達する形となった。最終的には、日本郵便が2010年度通期で1185億円の赤字を計上した上に、宅配便事業での黒字化が一度もできないまま、 JPEX プレスは倒産した。この時点においては、U-PAC については、着払い手数量廃止と、料金、受取人払い承認請求受付の廃止を、除いては、従前から何らだ変わりなく、ペリカンビンのみが、以下の条件により、JPEX が日通から譲り受けして、業務を開始。なお、サービス名は、ペリカンビンではあるものの、サービスカラーが赤であったり、上りは、 j p x プレス宅配便と表示したり、2009年4月以降に販売している梱包資材にもペリカンビンマークを一切持ちず、j p x プレスロゴのみとするなど、日通のサービスであるイメージが強い、ペリカンビン色が抑えられる印象がある。その他詳細は、ペリカンビンを参照。これらの点を除き、原則、2009年4月1日時点の移行スキームを継続する。 統括支店等の一部再編が行われた。再編対象は以下の通り。また、従来は、併設元の郵便事業支店窓口か、JPEX 支店の番号内紙は、広域支店全国共通のナビダイヤル番号のみ、公開していたものが、各広域支店の独自電話番号の公開が、開始され、地域によっては、KDDI の自家集電話番号、 QKDD 割当て番号帯の地域と同居先の郵便事業を統括支店内市は JPEX 支店の NTT 東西回線によるダイヤルイン番号に組み込まれた地域、福岡広域支店、福岡、久留米とものように NTT ドコモ割当ての携帯電話番号で公開された地域が存在している。2009年9月11日に 郵便事業のリリースで2009年10月1日付の統合を延期することを発表したため、上述のような事業所形式の変更があった点を除き、以下のスケジュールについては、日程は未定としてきたが、2009年12月24日、JPEX を生産し、それに先立つ2010年7月1日付で、ペリカン便ブランドを廃止し、 日本郵便が JPEX の宅配便事業を譲り受けし JPEX のサービスレベルを取り入れた上で UPAC を従来通り継続する方向であることを明らかにした。これに伴う事業所形態の変更や日通からの出向による職員などの処遇は UPAC への一本化を明らかにした時点では未定としていた。これに伴い配達時間帯指定が ペリカンビンのものに変更されたものの、従来からの U パックの送り状は引き続き、コンビニで引き続き利用可能だが、指定枠が変更された14時以降の時間帯指定を行う場合は、希望時間帯を適用欄に記入するか、店員に指定時間のステッカーをその場で貼る、要指示するかのいずれかで対応可能としている。なお、 ペリカンビンで送付した前回の送り状を利用した同日以降の U パックの送付時に同一宛先割引の適用対象になる。2010年6月21日付の発表では荷物の引き受けは同年6月30日まで受付可能で配達状況は6月中に差し出したものであれば7月以降も j p e x のホームページで検索可能だが一方で 配達業務そのものや、再配達の受付などは、郵便事業側が継承して行う形となる。先行して、2010年4から6月にかけて、郵便事業の再配達システム、レターパックを含む、郵便物や、QX パックなどを含むの変更を順次行っており、フリーコール、携帯電話等からは、05零 IP 電話番号体の別途利用の、自動音声による申し込みや、 これまでのお知らせ番号6から8桁から他社の宅配便の伝票番号同様の追跡番号11内市12桁を利用したものに変更されている。コールセンターの電話番号は郵便事業の u パック専用のコールセンター用番号として郵便事業へ継承されている。また JPEX のターミナル拠点のうち17拠点は u パックの仕分け専門の拠点である。 ターミナル支店に転換され、区分業務が従来の統括支店から移管されている。また、ターミナル支店とは別に、別のターミナル拠点の一部は、u パック仕分け専門となる、郵便事業支店の分出、郵便事業仙台投資棚卸町分出などに転換し、従来からの郵便事業の統括支店とのアライアンス体制となったものもある。また、 かつての郵便事業を帯広ターミナル支店のように、郵便事業を帯広支店分室として分室に、格下げ上で、分室でありながらも、u パックに限定した地域区分業務を行っている拠点もある。二千九年五月末までをメドに統合ブランドを決定し、同年十月一日時点で、郵便事業側から譲り受けされる事業を、j ペックスで完全に移行できる、要、前日まで、 準備期間を設ける。その上で、正式決定となる模様。なお、2009年5月31日の時点で、新ブランド等の発表はなされていなかった。2009年10月からの事業所形式、日通への委託、あるいは、地場事業者への委託を含むの扱い及び、U-PAC については、従来からの送り状の継続利用の可否については、現時点では未定となっている。 ペリカン瓶送り場については、JPEX 名のものを含めブランド統合時点で、強制切り替えが決定している。統合計画については、時の日本郵政社長、西川義文の肝入りで進められたものである。日本郵政が取り扱う、U-PAC は、宅配便業界大手に今日のヤマト運輸、佐川急便に対し、市場シェアで劣勢であることから、配送コストの面において、 常に劣勢であり、そのためシェア拡大は喫緊の課題であった。一方、ペリカンビンを運営する日本通運においても同様の課題を抱えていくことから必然的に両社間による統合計画が進展したと言える。しかし、計画策定の過程で算出された統合後5年間の事業収支予測によると、統合された宅配便事業の累積赤字は単独806億円。 連結943億円に達するという厳しいものであった。これに対して西川義文は事業収支予測を算出した郵便事業株式会社を厳しく叱責。その結果、郵便事業株式会社は当初の事業収支予測を改ざんし、統合後4年目には黒字化を達成できるとした数字再提出することを容疑なくされてしまう。二千八年八月。 郵便事業会社、日本通運の間で、統合のための最終契約である株主間、契約書が締結された。統合実施時期は2009年4月1日と決められたものの、U-PAC とベリカンビン、両社のシステムの差異はあまりにも大きく、統合作業は困難を極めることになる。そのため、統合日時とされた2009年4月1日の時点では、j p x プレスは、 ベリカンビンのみの受け皿会社としての事業開始を余儀なくされた。U-PAC については j p クスプレスへの統合が延期となり2009年10月1日と改めて発表されたものの、カンポの宿譲渡問題や東京中央郵便局の再開発問題に橋を発する鳩山国を総務審、当時と日本郵政の対立の煽りで総務省への U-PAC 統合申請は 再三却下された。統合新ブランドについても未発表の状況が続いた。2009年8月11日、更迭された鳩山に代わって任じられた佐藤つむは西川義文と会談し、宅配事業の統合について延期するよう申し入れた。その理由として以下の点が挙げられた。だが、日本郵政は統合を延期した場合、 競合他社に比べ遅れが生じている、コンピュータシステムの改善に、さらなる遅延が生じること、書き入れ時の能歳暮配達時期を一することによる、大口顧客の合他社への流出、さらには、事業計画が不完全であることを認めた場合は、日通から損害賠償を請求される事態になりかねないという状況に陥っており、 あくまで2009年10月1日に U-PAC を統合させるとする姿勢を崩さず、その後も準備を続けたが、2009年9月8日、正式に総務省は、統合計画は日程に無理があると判断を下し、U-PAC の統合については認可しない方針を伝えた。それを受けて9月11日、日本郵政も宅配事業の統合の再延期を正式に発表した。その時点では、 新たな統合時期は明らかにされず、統合新ブランド名の発表もやはりなかった。その頃、すでに日本通運から先行して分離した j p ク x プレス宅配便の収支は、折からの景気悪化による入国規定名、並びに統合を見込んで設備を拡張したものの、取扱い個数が旧ペリカン便ものだけにとどまっていたため、結果として、 過剰設備となっており、維持費がかさむなど、毎日約1億円の赤字を計上、郵便事業を日本通運送法の持ち分法損益に悪影響を与える状況下にあった。それに対して、日本通運の河井正則社長は、日本郵政側も単独では、宅配便事業の経営は困難であり、統合自体がなくなることはないとの見通しを示している。ほか、 お歳母配達時期の需要の取り込みのためには、遅くとも11月上旬には統合しないと、間に合わないとの見方を示していた。しかし総務省は、統合計画が不採算の地方の周配を、郵便事業側に任せるなど、日通側のいわゆる、いいとこ取りであると断じ、u パック部門の分離により、郵便事業会社の事業が先細りになるとを懸念、統合の目途は立たなくなった。 その後、日本通運は2009年10月23日に j p エクスプレスの所有株式34万株のうち20万株を郵便事業に譲渡することを発表した。出資比率は郵便事業86%、日本通ーン14%となり、これにより j p エクスプレスは日本通運の持分法適用関連会社から外れることになった。 しかしながら、日本通運の出向者を中心とした運営は変わらないほか、今後とも日本通運は j p エク x プレスを支援していくことには変わりがないとしていた。だが上述したように、2010年6月をもって、ベリカンビンの取扱いを取りやめ、同年7月1日付で宅配便事業を日本郵便へ譲渡し、郵便事業が扱う。 ユーパックにサービスを取り込む形で統一され、j p クスプレスは解散、会社生産に至ることになった。j p クスプレスの最終的な累積赤字は、解散までに約1000億円近くに達すると見られており、このような結果に至った原因について総括が急られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。